アルトゥール・ドレフス、クリスティアン・ハインリッヒ・アルトゥール・ドレフスは、ドイツの哲学者、著作家、ドイツ一言論の典型的人物。彼は、近代ドイツのシュレース・ビヒ・ホルシュタイン州ユーテルゼンで、生まれた。彼は、カールスルーエ大学の哲学、ドイツ語の教授になった。勤めていた間、彼は、後半にかつ様々な事柄について書いており、宗教についての非正当的考えのため、 ニーチェ哲学の反復的攻撃のため、しばしば論理を呼んだ。彼がオープンなナチス支持者であったことはないが、ドレフスによる随筆のいくつかは、彼らの思想へのいくらかの共感を示唆している。とはいえ反ユダヤ主義は拒絶した。彼は、自著ドイチェレリジョンの中で、ゲルマン主義宗教運動への共感を示した。ブルーノバウアー、アルベルト・カルソフと共に、アルトゥーレ・ドレフスは、 歴史的イエスの実在に反対するキリスト神話説派の代表的人物として最もよく知られている。彼の著作リー・クリスチャス・マイスはキリスト像はある時代の神話的、目視録的概念から始まったと論じる説について詳述する。この本はかなりの論争を引き起こし、ドレフスは多くの公然の論争に引き合いに出された。それらはしばしば感情的に非難されるようになった。 アルベルトシヴァイツァーすらイエスの生涯でドレフスの主張に一章を割いている。今日、キリスト神話はドレフスの記事、ドイツではあまり知られていない。しかし英語圏では重要なものとして残存している。そこでは今でも翻訳書を入手できる。D. クリスチャスマイスの初版と第2版はドレフスフレの前書きを含んでいる。そこで彼は目的は 指摘イエスについてのすべてが、神話的。ドレフスはまた、ノーディシャスティマン氏ー音号掲載の論文にイチェオスと、フィリサフでナッツをようなるずつやりスムースで、フリードリヒ・ニーチェの哲学の批評を試みた。そこで、ドレフスはニーチェを全ドイツ人の敵として記述し、個人的利益より先に来る一般的善である国家、社会的原則と、正反対の個人主義者とした。ドレフスは、今日、 ニーチェについて述べる多くの人々は、彼の哲学の契機から、レーズンだけを摘み取っているだけであり、思想の文脈のすべてが不明瞭な観念を有している。彼の著作から、格言的なやり方を供給していると嘆いた。20世紀のニーチェ学者、ウォルター・カウフマンも、ニーチェ、フィロソファー、サイコロジスト、アンティークライストで、国家社会主義とニーチェ思想との相入れなさについて、 おおむね同じ評価を提供している。ドレフスは1935年7月19日に、バーデンブールのイレナウで亡くなった。アーサード・リュース・プロフェッサー・デア・フィロソフィー・アン・デア・テクニション、ホークシュラ・カールスルーエ、ホートロック、フォン・ドクター・ベルンハルト・ホファース、レールタ、イム・ジェシド・サラン・カールスルーエ、24、エイプリル2003・ウィーバー、ワルター・ピー、ザ・ヒストリカル・ヤソ・イン・ザ・トヴェンティーセンチュリー、 1900から1950、ハリスバーグ、PA、トリニティ、PP、50、ISBN1 から563382806。ありがとうございます。